日本が世界に誇る2つの才能。2008年3月、王者の称号はこの男が掴むはずだった。しかし結果はまさかの4位。日本男子初の金メダルに挑んだ男はメダルにさえ届かなかった。今度こそ世界王者へ。日本のエース逆襲への序章が今幕を開ける。涙で手にした悲願の金メダル。あれから3ヶ月、世界女王として新たな戦いが始まろうとしている。彼女は今何を思うのか。秘密で世界フィギュア連覇へ。今夜新たな真央がベールを脱ぐ。から1年ぶりということで新しい小田選手見てみたいですね。はい、それからなんといっても高橋大輔選手、まあ、日本王者として、そして高橋大輔選手としての滑り見せてもらいたいと思います。はい、期待したいです。この大会では日本対世界というその熱い戦いがもう見れるわけですから ね、そこも注目したいです。はい、さあこの後もトップスケーターたちが続々とリンクに登場します。悲願の金メダルから3ヶ月、浅田真央選手はすでに多くのことに取り組み始めています。まずはかねてより課題だった新しいコーチ探し、そしてカナダでショート、ロシアでフリーと世界を股にかけた新プログラム作り、さらには2つのエキシビションナンバーも完成させました。世界女王となって迎える今シーズン、バンクーバーに向けた新たな挑戦がスタートします。